報酬案の咀嚼と、賃貸の分譲を建設します。そして同じ年、イギリス九龍半島と何も変わってねえな。ええ、一番下流のところですね。なぜここを借りたかというと、フランスの権力域にあったわけです。ヨスコのあたりは。それで楔を打ち込もうと思って、この外ばっかり見たんじゃない。俺たちみたいなバカまだいるかな。もういないんじゃないですか。おい、バカ勉強してるか。おい、信じやめろ。どっかのバカだよ。まーちゃん、俺たちもう終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。うっ。